日本共産党の山下芳樹です。 NTT の50歳退職賃下げ再雇用制度について聞きます。 NTT 東日本西日本会社では50歳になった労働者を全員一律に退職させ、賃金を3割カットして子会社で再雇用するという制度が2002年から始まって今も続いております。50歳といえば子どもの教育費や住宅ローン、親の介護費用などさまざまな出費がかさむ年齢であります。その50歳を迎えた労働者が毎年一律に退職させられ、賃金を3割カットされ子会社に行かされる、日本を代表する大企業でこんなやり方が続いている、総務大臣、異常だと思いませんか。総務大臣、原口一博君。お答えいたします。50歳といえば、委員もこの頃50歳になられたばっかりということで、本当にですね、大変コストがかかるところでございます。で、昨今の経済情勢に鑑み、雇用を保障することは重要な課題であると認識をしております。こうした認識を前提としつつも、一般論としてですけれども、NTT の雇用に関することは、やはりこれ民間会社ですから、経営の自主性を尊重し、政府が労働条件の等労使間の自主決定に介入すべきではないと認識しています。NTT からは、当該仕組みの導入は、労使間で十分協議を行い、合意の上で実施しているものと聞いています。これが官僚の書いた紙です。で、その上でですね、申し上げるのは、これ一般論ですけれども、世界のメガキャリアを見ていると、大変ダイナミズムを持っていますね。そして、そのダイナミズムの中で世界の競争をやっているわけです。そういう意味でも、私としましては、しっかりと雇用が保障される、そういう経済情勢を好転させて、政治の責任として雇用を保障することがとても重要であると、こう考えております。委員長。山下芳樹君。この制度は労働者が、50歳になるときに選択するということになっているんですけれども、この制度が始まった2002年、退職再雇用となったのは何人で、NTT 東西会社に残ったのは何人でしょうか。総務省、櫻井俊総合通信基盤局長。お答え申し上げます。制度が始まりました2002年度、平成14年度でございますけれども、退職再雇用型の選択をされた方は54,460人というふうに NTT から聞いております。また、そのまま NTT 東西に残るという選択をされた方は1190名というふうに聞いているところでございます。山下君。東西会社に残ったのはわずか 2% であります。50歳を超えた労働者の 98% が退職再雇用を選択しております。しかもこれが毎年続いております。2003年以降退職再雇用は何人で、 NTT 東西会社に残ったのは何人か、年ごとに報告をお願いします。総務省、櫻井俊総合通信基盤局長。平成15年度、2003年度につきましては、前者、すなわちの退職再雇用型の選択をされた方が7280名、そのままとどまるというふういう選択をされました方が170名でございます。平成16年度、2004年度でございますけれども、前者が7360名、後者が140名でございます。平成17年度、2005年度につきましては、前者が6030名、後者が120名でございます。それから平成18年度、2006年度でございますけれども、前者が5830名、後者が120名でございます。平成19年度につきましては、前者が4890名、後者が110名でございます。それから平成20年度につきましては、前者が3120名、後者が80名でございます。で、21年度につきましては、前者が2360名、後者が90名というふうに聞いているところでございます。委員長。山下君。私が配布した資料よりも、たくさんの方が退職されているということであります。2003年度以降も、毎年数千人単位で NTT 東西会社を退職しております。残ったのは、わずか 2% か 4% だと思います。50歳を迎えた労働者が毎年90数%退職する。これは事実上の50歳定年制になっていると言わざるを得ません。総務大臣、異常だと思いませんか。総務大臣、原口一博君。先ほど答弁を申し上げたとおりでございますが、一方で私は原口ビジョンの中で2020年、高速
ブロードバンド網を全世帯にということを申し上げています。でいろいろお話をするとですね、これまでずいぶん苦労をして、今がこれから NTT はなんとかなるんだという思いをお話になる方もいらっしゃいます。いずれにせよ個別の案件について私が労使間に入って何か言うということはこれは差し控えたいと思います。その上であくまで一般論ですけども、雇用を保障する、これは経営者の高い責任の一つだとこのように考えています。委員長、山下君。NTT は政府が株の3分の1を保有している企業ですよ。総務大臣は NTT の事業計画を毎年認可する、そういうことになっておりますから、これ一般の企業じゃありません。厚生労働省、一般論として聞きますけども、高齢者雇用安定法では定年の年齢についてどのように規定されていますか。ん、どっち。まず厚生労働省高齢障害者雇用対策部長、熊谷武史君。お答え申し上げます。高年齢者雇用安定法第8条本文におきまして、事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には当該定年は60歳を下回ることができないと規定しております。山下君。その規定は労使合意があれば守らなくてもいい規定ですか。熊谷武史対策部長、お答え申し上げます。高年齢者雇用安定法第8条の規定に違反しまして、労使合意により60歳を下回る定年をが定められたといたしましても、この定めは無効になるものと解しております。委員長、山下君。たとえ明文化されていなくても事実上この規定に触れるような行為があれば違反になりますか。熊谷武史雇用対策部長、お答え申し上げます。実態といたしまして、一律に60歳未満の一定年齢で退職を事実上強制することが行われているというふうに認められる場合には、実質的に60歳未満定年を定めたものとして高年齢者雇用安定法第8条に違反するものと解されます。山下君。私もしましたように90数パーセントの労働者が50歳になったら辞めてるんですよね。事実上の50歳定年制、高齢者雇用安定法に反するやり方だと思います。しかも50歳になった労働者を一旦退職させて再雇用させる子会社とはどんな会社か、資料に配っておりますけれども、 NTT 東西会社の業務をアウトソーシングしてやる会社なんです。一人一人の労働者は退職再雇用された後も従前と全く同じ職場で全く同じ仕事をします。なのに賃金だけが下げられるんですね。だからみんな怒ってるんです。総務大臣、おかしいと思いませんか。これで労働者が納得すると思いますか。総務大臣原口和弘君。お答えいたします。あくまでこれは一般論ですけども、同一労働同一賃金、そして雇用は保障されなければいけないというふうに思います。先ほど厚労省がお話をしましたように、法令を遵守する、法令の中で違反の事実があれば、適宜適切にそれを対処してもらえるものだと期待をするものであります。山下君。委員長、この一般論じゃなくて、あなたが事業計画を毎年承認する、認可する、その企業でそんなことが起こっていることについてどう思いますか。原口和弘総務大臣。事実をまず精査をしてみたいと考えています。委員長。山下君。NTT の職場ではですね、50歳を超える労働者から賃金3割カットで生活にゆとりがない、なんとか元に戻せないものか、いや働きがいとやりがいをそぐ制度ですなどの怨嗟の声が、また40歳代以下の労働者からも先行き不透明による不安感でどうしようもないなど、この制度の廃止を求める声が渦巻いております。でどうして50歳になった労働者の90数パーセントが退職賃下げ再雇用の道を選ぶのか。2つの仕組みがあるんですね。1つは必要な退職勧奨です。今年1月 NTT 東日本埼玉では1人の労働者に対して課長や支店長から8回もの退職勧奨が行われました。その中で単身赴任になったら月に一度帰れるか、帰れればいいがわからないよ、
子ども3人と両親の面倒奥さんが見るのは大変でしょとか、満了型を選べば首都圏勤務はない、東北への単身赴任です、この制度は言葉は悪いが報復人事なんですよなどと脅迫的なことまで言われています。これ明らかな表行為ですよ。厚生労働大臣、 NTT ではこういう違法な退職強要が常態化し組織的にやられております。やめさせるべきじゃありませんか。長妻昭厚生労働大臣。まあ、個別の事案についてはですね、いろいろな機関で実態把握する仕組みがありますので、そこで確定してからの話になりますけれども、ただまあ一般論においてはですね、ご存知の通り裁判例判例においてですね、まあ、いわゆる退職強要が違法とされた、まあ、例があります。まあ、基本はですね、労働契約の趣旨を踏まえて、使用者側から労働契約の変更にわたる提案を行う場合は、労使双方がもう十分に話し合いを尽くして理解をいただくということが何よりも基本でございます。まあ、私としてもですね、裁判例の周知啓発に今後とも努めていくと同時に、民事的なルールについての周知啓発活動や紛争解決援助の取り組みを通じてこれにですね、関与する必要があれば関与していきたいというふうに考えております。山下君。違法の事実ありますからしっかり指導していただきたいと思います。もう一つの仕掛けは NTT 東西会社に残ることを選んだ労働者に対する移植種遠隔地配転です。北海道から東京へ、九州四国から大阪名古屋へなど、労働者を50歳超える方々を次々と遠隔地に配転しております。それぞれ幼い子どもや年老いた親、長年連れ添った配偶者など家族のある人たちです。今日は最高裁に来ていただいておりますけれども、大阪から名古屋に配転された17名が配転は違法だと主張して損害賠償を求めた事件では、配転の業務上の必要性についてどのような判断が下されていますか。判決は大阪高裁平成21年1月15日判決でございますので、当該判決の該当箇所を朗読いたします。これら大阪支店における業務よりも名古屋支店における B フレッツ販売 MI サポートの業務の方が業務上の必要性が高かったと認めるに足る証拠もない。このことに本件配転命令さんは、これを受けた一審原告らに対して長時間の新幹線通勤または単身赴任を余儀なくさせるものであったことを併せ考えると、本件配転命令さんについてはそのような負担を負わせてまで従業員を配転しなければならないほどの業務上の必要性を認めることはできない。以上でございます。山下君。その17名に共通する不利益について判決はどのように述べていますか。林ミシャル民事局長兼行政局長。判決の該当箇所を朗読いたします。本件配転命令3を受けた一審原告らは、本件配転命令3により新幹線通勤を選択した者は、長時間の長距離通勤による肉体的精神的負担、経済的負担（括弧して）高額の通勤費の支給による標準報酬の増加に伴う社会保険料の増加を含む（括弧閉じる）、自宅で過ごし余暇や地域活動に充てる自由時間の減少、睡眠時間の減少を、単身赴任を選択した者は単身赴任に伴う精神的ストレス、日常生活のための自由時間の減少、二重生活及び規制の必要による経済的負担をそれぞれ挙げるほか、共通の不利益として地域活動や社会的活動への支障、組合活動の支障を挙げているところ、これらの事実は上記一審原告らの陳述書、標準報酬の通知書等により上記各一審原告につき多少の差はあるものの、いずれもこれらを共通の不利益として認めることができる。以上でございます。山下君。業務上の必要性はなかったと入っているのですね。そしていろいろな不利益を共通としに受けているということであります。非常に重要な内容ですけれども、原口大臣、このような判決が下されたことを NTT を所管する大臣としてどう受け止めておられますか。総務大臣原口和弘君。お答えいたします。今ご存知のように総務大臣としては個別の司法の判断について具体的なコメントは差し控えたいと思います。ただ雇用関係については NTT 当然に限らず関係法令等を遵守し適切に運営される必要がある、そう認識しています。 NTT 東西においては司法の判断を十分に踏まえ適切に対応がなされることを期待いたします。委員長。山下君。
そういう趣旨を踏まえるならば、このような配点が二度と行われないように、NTT を指導・監督すべきではありませんか。原口和弘総務大臣。お答えいたします。一般論として雇用に関することは NTT の経営の自主性を尊重し、政府が労働条件と労使間の自主決定に介入すべきではないと認識しています。ただし今委員がおっしゃっているのは違法行為があれば適切に是正がなされるべきであり、 NTT 東西においては先ほど申し上げましたけれども、司法の判断を十分に踏まえ適切に対応されることを期待するものであります。そのことについて注視していきたいと思います。委員長、山下君。総務大臣ね、注視でいいのかということを私は問題提起してるんですね。この制度の下で NTT の労働者は50歳が近づくにつれて眠れぬ夜を過ごすとおっしゃってます。退職再雇用で賃金大幅ダウンか、それとも NTT に残って遠隔地配点かと、行くも地獄残るも地獄だと言うんですね。選びようがないんです。ものすごいストレスですよ。職場もギスギスしたものになります。これではいい仕事ができるはずないと私は思います。人間のための経済を目指すというのなら、これ以上この制度を続けさせるべきではないと、少なくともこれ再検討が必要だと思いますが、所管大臣としていかがですか。総務大臣原口和弘君。働く人を大切にしない経営というのはありえないんです。そういう観点から注視をしていきたいと思います。山下君。見直しもしないのかということなんですが、私はですね、政府が3分の1の株を保有する日本最大企業 NTT が労働者を犠牲にしながら利益と内部留保を増大させる、こんなやり方をいつまでも続けていたら NTT もそして日本経済もまともな発展はないと思います。そういう立場で指導すべきじゃないですか。原口和弘総務大臣。お答えいたします。先ほどから原理原則を言っています。働く人の権利保障をなくして企業なしなんです。雇用を保障しない企業体はそれは企業体とは言わない。これはあくまで一般論です。そういう原理原則でしっかりと注視をしていきます。山下君、時間が来ております。委員長、これで終わります。